加賀・雪型巡視艇は、海上保安庁の巡視艇の選級。区分上は PC 型、交渉船形は30メートル型。ネームシップが、配置替えに伴って、解明を繰り返していることから、加賀・雪型巡視艇は、真雪型巡視艇、早雲型巡視艇と名称が、変遷してきた。本型は、1999年に発行した、新日環漁業協定を受けて、 年々高速化する密漁漁船に対応できる高速巡視艇として建造された。このような要請から先行する麻生ギリ型とほぼ同大の船体ながら船室をアルミニウム合金製として軽量化を図っている。高速でも動揺が少なく機動性にも優れるとして現場の評判は良く、まず3隻が建造された後、平成18年度計画以降には、 村雲型の後継として大量建造されるようになった。指揮官としては、マトゥーフリードリヒスハーフェンの V 型16、気筒ディーゼルエンジンという点では、アソギリ型と同様であり、出力も同程度であるが、新世代のマトゥー 16V4000M70 もしくは改良型の 16V4000M90 が搭載された。また推進機をウォータージェット推進とすることで、 火事が不要となり、水中抵抗の低減に益している。これにより、最大速力は36ノットに引き上げられた。また TBS が制作したドキュメンタリー番組、スパモク。では、行き海上保安所に所属する巡視艇、行き雲が、津島沖の限界などにおいて、韓国籍の密航船を追跡した際、交渉を4ノット上回る時速40ノットで、 高速航行を行った映像が配信された。並走としては、当初は従来の30メートル型 PC と同じく選手甲板に木替操作の1 3ト、mm、ル単装基準を備えていた。その後、平成18年度に建造が再開された後の定では1 3ト、mm、ル多重新基準の単装マウントに変更されたが、 これはソーダ室上の赤外線捜索監視装置との連接によって目標追尾型遠隔操縦機能を備えている。巡視艇の鮮明は随時解明されることがある。ありがとうございます。